DJ トミーのビーズ TV。 はい、DJ トミーです。今日はですね、名古屋三越4階に新しく始まります、このコンフォートスタイルという場所に始まります、若月貴美子先生、早速ね、東宝のお店もね、一緒に出させていただきました。ありがとうございます。早速ね、中をご案内いただきたいんですけども、はい、よろしいですか。はい、いやー、素敵ですね。ありがとうございます。どっから行きましょうか。この辺から、奥から行きますか。いや、ここからいいです。いいですか。ありがとうございます。で、今回のテーマは、はい、何になってるかというと、素材、中間材、完成品というのがテーマになってます。はい、だからそういう自分でいろんな何を作ろうと自分が作れるようなもの、はい、欲しいものは揃ってます。はあ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 、オンリーワンになります。オンリーワンのものがすぐに作れるということですね。はい、はい、では、これ行きましょうか。これ早速トビーたちがやらせていただいてるビーズのね、はい、フロアになりますけども、いろんなのがありますけど、はい、自分の器具を変えたら、もうそれこそ何て言うんですか、イヤリングでも、はい、自分たちが耳にこうつけたい形にはなりますね。はい、デザインも変わる。確かにあれですよね、ここもなんかパーツをちょっといじったりとか。そうなんです、そうなんです。で、なんかそういう形でこうされる方法もね、あると思いますので、もうね、自分が欲しいもの、はい、欲しい形になるというのがテーマです。あ、そうですか。じゃあ次お願いします。はい、それでもう一つ言っていいですか。はい、ビーズの種類がすごい。ビーズの種類がすごい。これはお褒めいただいてるんですね。はい、ありがとうございます。はい、もう今までのただガラスだけという意味合いじゃなくて、はい、もう本当に専門的ですわ。ありがとうございます。使い方によったらお洋服なんかつけても高級品になりますし、はい、アクセサリーとか、はい、そういうのにはもう最高だと思います。色も綺麗だし。はい、ありがとうございます。東宝はですね、この入ってすぐのところに、東宝ビーズスタイルストア名古屋ということで、バカバンオープンしてまーす。こんな感じですよ。ここにはリンゴアユが並んでいます。はい、リンゴアユはですね、障害者就労支援施設さんと一緒に作ったブランドです。リンゴアユにはね、祈るという意味がありまして、平和を祈るブランドにしようということで、長崎の就労支援施設さんと作りました。ここ入り口ですね。で、ここね、蔵出しビーズというビーズが置いてあります。これね、大人気ですので、名古屋の近郊にお住まいの皆さんもぜひ見に来てください。これね、我々が国内で売ってるビーズ以外、非定番のビーズだけを集めて、こうやって販売をさせていただいてます。これ 20g なんですけどね、ぜひぜひよろしくお願いします。どうですか、これ海外で売れてるビーズなんですよね。よかったら遊びに来てもね、見てください。これね、色もそうですけど、形もこの形でこの色見たことないわっていうのもあるし、この色自体見たことないわっていうのもあるので、ぜひ見に来てください。はい、続けまして、こちらも蔵出しビーズね、これ3面ございますので、ぜひよろしくお願いします。そしてこれ大人気のね、蔵出しビーズ、こんな感じで並んでますよ。ぜひぜひよろしくお願いします。で、ここにね、モーコビーズっていうのも並んでますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。これ小林モーコさんという作家さんと、メゾン・デ・ペルーというブランドをやってるね、デザイナーさんと一緒に作ったビーズでございます。よろしくお願いします。ここにね、 DJ トビーのビーズラジオもステッカーも貼ってあります。はい、皆さんビーズマットご存知ですか。このビーズマットね、新しくなりましたので、ぜひ皆さん試してみてください。で、ここはね、新しい、ここも完成品ですね。東宝ビーズブランドということで、こちらは、流行りの指輪とか、こんなハートの形をしたネックレスとか、マスクホルダー、メガネホルダーとか、今ね、パール男子なんかも入ってますけど、これパールのアクセサリーとかいろいろございます。ここおなじみのビーレット DNA のコンです。はい、こういう感じになります。で、ここトレランスというブランドですね。はい、こんな感じで並んでます。で、ここね、面白いのがですね、東方ビーズという風に入った、これ T シャツですね。はい、こんな T シャツも準備してます。これね、多分、広島ではね、販売してるんですけども、まあ、なかなか買えるとことかない、これ、会社の、工場とかでも使ってるねものだ。これ一番最新のもので、ちょっとねラメみたいなのが入った東宝っていうロゴが入ってます。ぜひねこれここで、いろんな素材あるのでデコしてみたりしてください。でこんな活動もねこれから開始しますので、ぜひこれサンプルですけども見てみてください。はーい、こんな感じです。よろしくお願いします。でこちらジャパンデザインブローチ、いろいろね扱ってます。これねほら期間の定めがございませんのでね、名古屋の方々ぜひぜひ遊びに来てみてください。よろしくお願いします。ここにも入ってますね。でここはマスクホルダーとか入ってますよ。はい。でここキットねこれから到着しますけども、キットちょっと足りないので持ってくる予定です。ここね、おなじみのペンタが並んでいます。ペンタもねこうやって並んでますのでよろしくお願いします。はい、それではたくさんの皆様に来ていただけることを楽しみにしています。皆さん今日はからよろしくお願いいたします。オーダーで来たりとかビーズだけ買いに来るとか、もういろんな人が来るような、もう必死で探すんだって。だからたくさんないといかんのだって。分かりましたか？はい、若い人みんなそれぞれのアイテムで用意してますということですね。コインキビコというコーナーで、ハンドメイドがねお好きな方の、クリエイターさんの方々に自由に使っていただくというコーナーになります。で最初はですね、今月いっぱいまでIT 文化服装専門学校さんの生徒さんが作られる作品を展示しております。こちらはですね、よくお家にねお嫁入り道具のねタンスに眠っている帯とかお着物とかってあるんですけど、それをアップリサイクルして、オーダーも取りながら、作っていくっていう、そういうコーナーですね。物が捨てられない、それから日本でしかないようなものを一つのやっぱりものづくりにはものすごく大事だと思います。でこれだけのものを作ってるんです。この帯なんかもこんな綺麗なクッションになってるんです。だから帯も持ってきてもらったらオーダー取るんだもんね。うちはもともと生地屋なので、コモストラーダではとりあえず他社にね他にはないような形で素材、いろんな素材、どんな素材でも、フルオーダーで商品を作る、オーダーってたくさん他にもあると思うんですけど、うちはとりあえず素材にこだわらず、そこが、うちの特徴でありオリジナル性があるところだと思うので、形にもこだわらず、素材にもこだわらずっていう形をテーマとしてやっていきたいと思っているので。もう本当に最初のバッグっていう形だったんですけど、そのバッグにもこだわらずインテリア関係でいろいろ今後いろいろ素材的なものをどんどん増やしていくと思っているので。でもここにあるものではできるということです。そうです、はい、ね、デザインを見てたとか、それからこれをもう少し紐を長くしろとか、もうちょっと小さくしろとか、個人のオーダーができると思ってください。元材ということで、ここに買った商品にアレンジするシートなどを扱っています。こちらが転写と、それからプリントシートと分岐シートと分かれています。で、アイロンはここに用意して、ここで部屋にアレンジをしていただくようになります。で教えてあげられるとか、そういうことやって、特に今回これをやっております。これもねうちの特徴で、伸びないんです。どんな大きいのでも。そしてこれでアイロンで形を作ってる。でビーズでとかそういうので両方作っておりますので、携帯とだからオーダーも受け付けられます。こういうふうにで東宝の美術さんですから、これね色は綺麗です。こんなもんでオーダーです。そうです。それからこっちはエクトリアのピンクで、まあ、皆さんよく知ってるのに今から説明することはないんですが、何かここのコーナーができました。こういうチャンネル登録お願いします。